ベリマーク SC は育苗期後半に寒中処理をする薬剤です。ボトル1本で1600株に処理ができます。ではおすすめの処理タイミングをご紹介します。鉢上げ直後から鉢ずらし直前までは鉢同士が縦横に接しているので、じょうろなどでまとめて一気に処理ができ簡単です。鉢ずらしを2回する場合には鉢同士が1列になっている状態での処理がおすすめです。同粉などで連続的に処理ができ効率的です。定植数日前に処理する場合は1株ずつ貫中することで本舗での効果がより安定します。また購入苗や本舗へ苗を移動するときなど、定植直前の苗にまとめて処理することも可能です。JA阿蘇営農指導の有馬です。JA阿蘇の夏秋トマトは九州中国地方の消費地に届けております。実がしっかりしており、程よい甘さとコクがあり、酸味の感じられるトマトらしいトマトだと好評です。推奨している理由はウイルス病抑制効果を持っており、それに付け加えて省力的だと考えているからです。今までは流剤での処理が大変でしたが、貫中処理を行えば、まとめて処理もできますし、省力的かつ作業時間の短縮にもつながると考えております。最大限に効果を発揮されたい場合には、定植数日前に1株ずつ貫中を進めております。また省力性を求められる方には、鉢ずらし直前にまとめてじょうろなどで株の上から貫中することを進めております。ベリマーク SC は育苗期後半のまとまっている株の貫中処理が省力的でおすすめです。速やかに接触活動を阻害し、粉じらみによるウイルス病の媒介を抑えます。また根から地上部への吸収移行により作物全体を長期間守ります。